ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新をしております。おはがきを頂戴しております。ありがとうございます。久々ですかね。木村さん、これ木村かおるさんですかね。はい、本名で出ていただけるのはあまりないんで、京都市30歳の男性の方から、お便りをいただきました。ありがとうございます。でですね、まあ、内容としましては、まあ今 BMX とかね、スケボーのようなまあスピード感のある速い競技が若者にこう受けてますけど、まあ 3x3 もそんな感じで盛り上がってきてますが、今後、まあ、5人制のバスケを上回っちゃうような、そんな時代がやってくることなんて考えてますかっていうことですね。まあまあちょっと私が明確な答えを持ってるわけではないんですけど、まあやっぱり少子化で少人数だったりとかね、もう短時間でこうやるスポーツっていうのが、こう若い人たちに受けてるっていうのはまあ重々わかりますけども、まあそれは 3x3 の魅力は 3x3 の魅力かなと。5人制の魅力はまた5人制の魅力かなというふうに思うので、やはり 3x3 を通して、まあ場所をこう問わなかったりとか、スピード感があったり人数少なくともできるんで、そういう意味では、こうバスケットのこう一部といいますか、オールバスケの中の一つとして、その普及とか、育成とかね、そういったところに貢献していただいて、バスケット界全体のこう発展に 3x3 がこう絡んでくる、そんなことでどっちかというよりも一緒にこう盛り上がっていくようなことを、まあやっていきたいなと思いますけどね。はい、木村さん、答えになっているかどうか分かりませんけど、うんうんと今向こうで言っていただいていることを期待して、この話は終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。そしてですね、9月の12日で締め切りをしましたけども、 B リーグの採用プロジェクト、めちゃめちゃ来たんですよ。ここでも少し触れましたけどね、ちょっと宣伝させてもらいましたけど、多分島田のマイクを聞いた方がたくさん来たんじゃないかな。島田のマイクを見てって結構あるんですよ。そうそうそう、私今面接しますから思い出した今思い出した。島田のマイクを聞いてって出ました。ありました、面接で。あ、こういう方と働いてみたいって言われました。島田のマイクの威力、最近恐るべしですよね。聞いてる方はみんな採用しちゃうととんでもない人数になっちゃうんで、なんとですね、はい、今回5000人を超える方に応募いただきました。ありがとうございました。まあ、ちょっと何の拍手なのかっていう話なんですけども、まあ、その中で採用するのは25名ぐらいになるので、ものすごい競争率ですよ。ですから今回、我々の仲間にジョインした人たちは、もう本当に選ばれし、私が若かりし頃に、金ちゃんのオーディションを受けた時と同じぐらいの倍率です。はい。そのぐらい厳しい倍率を勝ち抜いたスタッフが来る。楽しみですね、これね。そんなこんなでですね、今日私の右隣に、はい、まあ、この間も右隣でしたね。そうでした。東野さんに続いて右隣にですね、あの我々のスタッフ河合さんが来てるんです。まあ実は広報をやってるとね、私にこうやってついてこういう場面に立ち会うんで、大体広報の方は1回ぐらい出てますけど、ああ、そうですね、今日初登場河合さんが、はい、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。はじめまして。もうスタッフなのに完全にゲスト化させちゃうっていうね。そうです。これが島田のマイクのいいとこなんですよ。もうワイドオープン。みんなが友達。みんなが友達。はい。まあこれだけの人がね、採用にこう応募してくるってことは、やっぱり B リーグに入りたいという注目が感じられますけども、私が言うのもなんですけど、実際ね、一月今日かな、関西入って、ね、この状況をどう捉えてますか。いや、約5000人の方が応募されてるってことです、うん、びっくりしましたけど、でも実際私も入ってみて、本当に、うん、もう基本的に本当に楽しいですし、うん、毎日こう刺激的なあの仕事をさせてもらってるなっていう感じです。あら、いいこと言うね。本当にそう思ってる？本当に思ってます。本当に本当に思ってます。チアマンの印象なんてちょっとどうですか？どんな感じですか普段？はい、でも普段もこんな感じって言ってましたんですけど。逆にファンの皆様が心配になるじゃないか。いやこんな感じでいつもいられたらみんな心配になるじゃないか。でもすごい話しやすいですしね、コミュニケーション取りやすくて、うん、
はい、まあね、やっぱりコミュニケーションをスタッフと徹底的に取るっていうふうに私しようと思ってて、まあ、ちょっと脱線しますけどね、去年はそのクラブ支援もコロナ禍で大変だったんで本当に出張ばっかりで中にいなかったんですよ。だからその中のスタッフにその来たばっかりなのにコミュニケーションを取ったりとかする時間が全然なくて、まあ、外に出てばっかりだったからね。で今年はちょっとあの時間作ってねスタッフとコミュニケーションを取るっていうふうに決めてるので、まあ、今こういう時期なんでコミュニケーションできないですけど、まあ、なるべくズームでも対応していくというようなことを増やしていきたいなと思いますから、まあ、トップと現場が近い、そんな B リーグを目指していきたいなと思ってますんで。いいですね。そういうとこもあって河合さんもすごく働きやすいっていうふうにおっしゃってる。それは言ってなかったです、今。言ってました。言ってました。要約するとそういうことですかね。そういうことですか。はい、そういうことです。ありがとうございます。頑張ってくださいね。突然降りますからね。はい。それではですね、今日もしっかり努めてまいりたいと思います。島田のマイクスタートです。ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー。B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。はい、それではですね、皆さん、ちょっと SNS でもツッコミがありましたけど、ドライブユークレイジー。ずっと私言い続けてきましたけど、これ何なんだというね、状況の中でずっと何も言わずにここまで来てですね、先だってリーグの方でシーズンテーマとしてドライブユークレイジー発表しましたけども、あ、多分ねファンの皆さん結構 リアクションがそれ島田のマイクじゃん、それ島田のマイクで島田チェアマンが最初に言ってるやつじゃんって言ってますけど、逆ですからね。あのこのドライブユークレイジーはシーズンテーマとしてずっと考えられて作って発表をこのタイミングしようって決めてたんですけど、私があえてそれをフライングで黙って使い続けて、これなんだこれなんだこれっていう感じで行こうと思ってやったんですよ。ですから皆さんにとってはメインが島田のマイクになってますけど、逆ですからね。なんでシーズンテーマとしてありますと。でなぜドライブユークレイジーなのかっていう、まあ、これそのままですけど、まあ、バスケットなんで、まあ、ドライブですね。アグレッシブに今シーズンも攻めていこうというところであったりとか、まあ、このコロナ禍でね、皆さんこう大変な時期で、まあ、みんなを元気にさせたい、会場に来たお客様を元気にさせたいということで、まあ、夢中にさせるとか震わせるみたいな、まあ、そういうようなメッセージを込めて会場に来た方、まあ、バスケットライブでご覧になっている方もですね、こうそんな気持ちにしたいという思いから、こんなシーズンテーマを作ったということです。やっとですね。やっと発表しました。まあ、このぐらいだったらもっと早く言ってもよかったんじゃないかなって。島田のマイクのスタッフが急にこれ言っていいって言われてもだいぶ経ってるんで、何の意味なんだろうってずっと気になってたんですよ、ね。そうそうそう。だから本当に大体私こうすぐこう言っちゃいますけど、はい、ドライブユークレイジーだけはずっと引っ張ってきましたからね。そうですよね。まあ、引っ張ってきたというか、あまりそれ忘れてましたから私ね。おはようぐらいの感じで、そうそうそう。やあみんな、ドライブユークレイジーみたいな感じで使ってましたから、皆さんもあまりこう違和感途中からなくなってきて麻痺してたと思うんですけどね。はい、そういう意味でございましたと。ということで、まあ、今シーズンのシーズンテーマの話をしましたけども、本日は開幕、いよいよおめでとうございます。明けましておめでとうございます。そうですね、バスケットファミリーにとってはそうですね、いわゆる琉球対ヤルバルク東京沖縄アリーナにて本日の19時ですかね、に、まあ、ゲームがありますけども、本当に、まあ、このコロナ禍の難しいシーズン2シーズン目に突入しますけど、ぜひ今シーズンも皆様応援のほどよろしくお願いします。私も会場に行きますんで、あの琉球のファン、アルバルク東京のファンの方いらっしゃったら、ぜひぜひ、お声かけていただければなと思います。なぜならば島田のマイクと言っていただけると、私のポケットに忍ばせた島田のマイクステッカーをこっそり差し上げますから、ね、ですからぜひぜひ送っていただければなというふうに思います。この今日さっき話した木村さんも差し上げてもいいですね。ちょっと申し遅れましたけど、木村さんにも島田のマイクをハガキで読まれた第一号として、はい、お送りさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それでですね、まあ、開幕戦の話はもう試合をご覧になっていただいて、一気にここから始まっていくんで盛り上がっていきたいということなんですけども、
この間私が東京 Z の決起会と東北カップに行ってきましたんで、その話を2つちょっとご紹介したいと思うんですけども、東京 Z ですね、まあ、実は去年も行った2回目なんですけど、うん、かなりまあスタッフの方も入れ替わったり選手も入れ替わったりとか、大きな変化があったクラブですね。でただやはり、うん、山野社長がですね、志が高いというか、こういうチームを作るんだとか、こういうクラブになるんだとか、もともと世界一の、クラブを作るんだっていうところから志やってるんで、まあまあタフに、頑張ってるなっていうのと、スタッフのみんなも頑張ってたなと思いました。でチームの雰囲気も良いですし、うん、補強もね結構してますんで、いいチームになるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、珍しいんですけど、その決起会で選手たちも来てたので、控室に行って選手たちにも一言なんか激励してくれということなんで激励をさせていただきましたけど、まあどこのクラブもねこう成長プロセスで、変わっていくんで、今こういうフェーズかもしれないけど、やはりこう上を常に目指してみんなでやっていくためには、やっぱり信じなきゃいけないと、うん、この山野社長の考えるその思いで、それを実現したいと思っているヘッドコーチの考え、選手たちはやはり長いシーズンね、いい時も悪い時もあるんで、やっぱり悪い時はどうしてもチームって壊れやすいんですよ、繊細で、うん、要は、まあ、先般を探したりとかね、うん、そういうことが起こりやすいんですよ。でそういうことが起こってるうちは強くならんと、やはりその一筋縄にはいかないんだけど、それをできる限り一本線で、まあ、社長とコーチとスタッフが一つの線につながって、まあ、もちろんスタッフまでなればいい結果出るんで、苦しい時もそこは回復しばって頑張って乗り越えていいクラブになろうじゃないかみたいな話をさせていただいてですね、うん、期待しかないんで頑張っていただきたいと思います。今シーズン、ぜひ会場にも足を運びたいというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。あとですね、東北カップ9月の18、19、20と3日間にわたって行ってきました。初めてなんですけどね、でも唯一この開幕前のこのプレシーズンとか行っている時期にカップ戦を行っているというのはここだけですね。あ、そうですね。つまりトーナメント方式で優勝を決める、まあ、そういうカップ戦としてやってるので、やはり一つ一つの試合にですね、もちろんプレシーズンといえば調整だったりチームを作る時期じゃないですか。だからそんなにガツガツやらないんですけどね、やっぱりカップ戦ね、熱入ってますね。あ、なるほど。盛り上がってました。でどの試合も僅差で、 B1、B2 も関係なしにやるじゃないですか。もう秋田は本当にいいチームですけど、いいチームでしたけど、秋田ともまあ接戦してましたし、北海道とも接戦しました。最終的には決勝戦はね、B1 同士で、北海道、まあ、今回岩手ビッグブルースがちょっと天皇杯と似て重なってですね、出れなかったんで、そこを、まあ、レバンガ北海道が埋める形で参加をしましたけども、うん、非常に盛り上がってました。でいいですよ、状況が、状況がいい、状態がいいですよ、チームの。あ、どこのチーム？ B2 の仙台も山形も福島も青森もどこもいい。へー。 B2 にやはり今 B1 の選手が B3 行ったりとかね、 B1 の選手が B2 行ったりとかしてるから、でそこで外国籍選手とかも結構みんな頑張っていい選手取ってるから、やっぱレベル上がってますよね。選手が移動したり、こう全体の質がだんだんこう染みてきてる感じ。染みてきてる感じです。なるほど。じっくり染み、そうですよね。染み込んでる。だから、もう、この B2 の東北の4つともどこ勝つか分かんないですね。で、その4つとも多分、その秋田とか、レバンガとやっても、もう結構いいゲームができてますね。うん、そのぐらい見どころが満載で、まあ、優勝決めた秋田のヘッドコーチの前田、ヘッドコーチも言ってましたけど、まあね、こう、僅差がね、もう差がなくなってきてるというか、いうことですね。まあ、うん、佐古さんも言ってましたかね。ですんで、まあそういう結構激しいゲームでしたと。で、今回は何よりも東日本大震災の復興10年ということで、まあ昨年ね、
まあ、第10回ではなくて第9回と、去年ちょっとあのコロナの関係で中止になったんで第9回なんですけども、まあ、そういうこともあったんで私も長くいて参加させていただきましたけども、やはりファンの皆様もあの喜んでくれてましたし、うん、ああいうどうしてもね地方行くとコロナに対してあのよりこうナーバスな中でもああいうイベントが行われるってことはあのすごい意義深いなと思いましたし、うん、もう何ですかね、その試合が終わった後のインタビューでも仙台のジャスティン・バーレル選手が日本長いんでね、ああ、そうですね、そのインタビューでもこの復興の件に触れてたりとかしてましたね、うん、あ偉いなと、うん、まあ、そんなことがありました。で、まあ、私も6クラブの社長がいるんでこうコミュニケーションすることが多々あって、あのいろいろお話をしましたけど、うん、まあ、チームにおいては開幕前で、まあ、作ってる最中なんでこれからですけど、経営もまだまだコロナ禍で大変ですけどっていう状況ですけど、まあ、みんな前向きにやってますね。で、まあ、これを東北カップっていうのは来年以降もね続いていくと思うので、あのリーグとしてもぜひ応援していきたいと思いますし、東北の元気につながればなと思いますので、まあ、今回たまたまあの主幹だったのが山形さんでしたけど、はい、続けて盛り上げていってほしいなと思います。で、まあ、山形に行ったということは、はい、私山形第二のふるさとなのでですね、はい、あの、まあ、いろいろ食べてきました、はい、またいいですか、食べてきた話が久しぶりですね。もう食べログ、はい、島ログ、島ログ、山形は山形牛がねやっぱ最近すごくグイグイ来てるので、はい、もうあの英語ですからねランキングね。あ、そうなんですか。英語の美味しい店に行ってきました。うん、あのぜひ食べた方がいいよということで、まあ、山形といえば山形牛、山形牛を、まあ、ちょっとどこかなっていうことであの調べてというか、まあ、紹介してもらったのが焼肉黒毛、ひらがなで黒毛っていうんですけど、ここで食べてきましたけど美味しかったです。で、安いんですよ、安い。このクラスの肉を東京で食べたら多分3倍ぐらいするんじゃないですかね、うん、っていうぐらい美味しい肉がリーズナブルに食べれます。ぜひワイバンズを応援してる方、アウェーで行かれる方、ぜひねもしよかったら山形牛チェックしてみてください。で、あとですね、皆さんあんまりご存知じゃないと思うんですけど、山形で実はラーメンとお蕎麦ね、麺がねぐいぐい来てるんですよ。まあ、その人口の比率に当たるそのラーメンの消費量は日本一だし、ラーメンのお店もその、うん、人口構成の比率に当てはめると一番で、もうすごくたくさんラーメン食べられてるとこですけど、まあ、ラーメンはね前も言いましたけど、私はリュウシャンハイっていうね辛味噌の赤いラーメンっていうのがあるんですけど、はい、そこのラーメンが美味しいので、まあ、それも駅前にも支店があるので、はい、ラーメンが食べたいという人はぜひちょっと私のおすすめでリュウシャンハイに行っていただきたいなと思います。ちょ、汗ダグダグになりますからねまあでも冬なんで試合大体寒いですからちょうどいいと思います。でちょっと汗かいたぐらい外出てフュッと風が吹いてうって感じが最高ですすごいな、島田さん。ちょっと今度山形に出張行くんですけどいい店知りませんかって聞いてるのに対する回答みたいな感じで、そうそうそう、いろんな場所でね、そうそうそう、この話が一番長いじゃないかという話もあるんですけど、あとね、まあ、この秋はやっぱり芋煮ですね。あ、芋煮、芋煮も3回ぐらい食べました私今回。あ、朝ごはん、朝ホテル、いやホテルの2泊したので、まず朝芋煮が出てくるんですよ、はいはい、で2回朝食べてるんで、あと1回芋煮食べてるんで、3回食べてるんですよ。2日間いて3回芋煮食べる、まあ、チェアマンってあんまりないですよね。まあ、そもそもチェアマンが少ないですけどね世の中にね。まあ本当に今美味しい時期ですから、あの今はもう直近で、もしこれバスケ関係なしに直近山形に行くような方がいたら、もう絶対に芋煮は食べた方がいいですね。で、ちょっと今日あと試合会場、まあいろんなお蕎麦屋さん美味しいところあるんで、皆さんあのもうどこ行っても美味しいですけど、あのたまたまですね、今回ちょっと亭というですね、ちょっと亭というあのお蕎麦屋さんに行ってきました。ここはあの山形の吉村社長、クラブの吉村社長と、
ちょっと決勝戦の前に1時間ぐらい空いたので、うん、ちょっと小腹が空いたねということで、美味しいそば食べたいねということで、あの近くにある美味しいおそばってことで行ってきたんですけど、これもこんな普通にどっかないですかねっていう、さらっと近くで行けちゃってこんなクオリティっていうのは、この中でベスト5とかって言ったらもうこんな状態なんだろうなっていうぐらい美味しかったです。そんな美味しいんですか。はい。でちょっと亭はですね、はい、冷やし肉そば見てくださいこれ冷やし肉そば美味しそう。もうだいぶ涼しくなってるんですけど、はい、肉そばが冷やしでこんな味を出せるのかと、こんなうまいのかと、うん、冷たいおつゆに使って、冷たいおつゆにもう、うん、たくさんネギが乗っかってて、もう麺はあの固め固くてね、これは甘かった。私珍しく汁全部飲んじゃいました、ね、健康のためには飲まないようにしてるんですけど、もう今回全部飲んじゃって、いや見た目から美味しそうですね。いやいや、なんかやっぱりね、 ちょっとこんな話して何なんだとリスナーの方思うかもしれませんけど、やっぱりこうバスケをぜひいろんな感じで見てほしいんですよね。で見た時にどうせずっとバスケ見てるわけじゃないから、行ったらね泊まったりするわけなんで、やっぱ美味しいもの食べてほしい。その年の美味しいものたくさんあるんで、あとあのお酒もね、まあ、14代とか有名ですけど、今やっぱりこの 2,30 年間ぐいぐい来てるのは山形はやっぱ日本酒なんですよね。あ、まあ、中田秀とかもね、はいはい、もうずっと山形に来てね日本酒研究してたぐらい、もう山形はもう今お酒ですよ。だからお酒も美味しい、お酒を飲み飲んで焼肉食べて、で小腹が空いたらラーメンかそば、みんな太って帰ってくださいはい、これちょっとピンポイントでこの店の名前まで言っちゃってるんで、こう宣伝になっちゃってますけど、まあ、要は言いたいのはその種類、ラーメンとかおそばとかそのお肉とか美味しいんで、やはりその B リーグの存在価値っていうのは、その試合をやるだけじゃなくて、お客様アウェーの人たちが動いて、でそこで食べたり飲んだりすることで地元の人たちが経済効果であの少しでも潤って、このクラブにこのクラブがあってよかったなとか、たくさん来てくれてありがたいなとかっていうことも、そのバスケで日本を元気にすることにつながると思ってるんで、食もすごく、食観光そのスポーツ、ここはやっぱり連携していくことがすごく大事だなと思ってるので、ちょっと夢中になって食べ物の話をさせていただきました。ぜひ今シーズンもね、今日から開幕しますけど、皆さんいろんなところ行くと思いますけど、その土地土地の楽しいところ、美味しいものを食べて、ひいきのチームを応援していただければと思います。島田のマイク、川井さん、突然ですけど、はい、今日の放送何回目か知ってますか？50回目。そうなんです、おめでとうございます。島田チェアマン50歳が、そうですよ、おついに追いつきますよ。あ、追いついた私まだ50ですから。そうですよね、50歳、50回目を、ね、考えればね、第1回ね、ウィキペディアでね島田慎二を語るから始まって、まさか50回もね喋り倒すとは思いませんでした。これも一重にね、バスケットボールキングさんと、そして聞いていただいているリスナーのおかげです。本当にありがとうございます。これからも喋り続けたいと思います。今日本当にね、あの開幕戦を迎えましたんで、まずは琉球アルバルクというこの開幕カードをご覧になっていただきたいですけども、また週末からね全国で始まりますけど、ぜひ会場で足を運んでいただいて応援いただきたいんですけども、万が一会場に行けなくても今シーズンも B1B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索をお願いします。 B リーグを見るならバスケットライブということで、今シーズンもバスケットライブで多くの方に見ていただくために、私もちょっと PR してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、新出くんがね、そろそろ私に安産祈願をお願いしたいんですけど、リモートでいいですかって言われたんで、あ、大丈夫ですよ、リモートで効能変わりませんからって一応言っておきました。奥さんにそのように伝えておいてくれというふうに伝言伝えておきました。何でも構いません。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。
はい、それでは今シーズンも皆様どうぞよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田と河合でした。はい、ありがとうございました。ドライブユークレイジー。